はい、どうも、こんにちは。今回でも殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、まあ、ローリーもまたグリメ、ローリーっていうか、まあ、ユニオン・ゴッド・ファミリーなんとかスピード。もうなんかグリーン・メイソンと関わることになって、まあ、それをね、良しとしてなかったローリーが、なんていうの、お父様に歯向かって、なんだかんだ、まあ、ローリーが、まあ、新しく、ゴッドスピードユニオンファミリーの修行になって、で、グリーンメイスに乗り込もうと。でも、そこでアーサーが、いやいや、ローリーさんと、警察と、僕と一緒に行きませんかと言って、グリーンメイスの本拠地を特定したと。言っとくかな。会合の場所としてグリーンメイスが指定した場所は、青々とした芝生に覆われた庭に佇む、白色の石造りの、な大邸宅だった。てか、グリーンメイスンが指定したってことは、あれなのかな？危なくない？ローリーたちが案内されたのは、天井の高い縦長のホール。華やかなシャンデリアが天井を彩り、大理石の床は鏡のように磨き上げられている。越見だっけ？越見の間という名前でもおかしくない部屋。その一番奥には、数段高くなった場所があり、玉座のような椅子が鎮座していた。秘密結社ってのは随分と儲かるんですね。確かに。目をつけるのはそこか。並んでいる彼らじゃなくて。並んでいる？ゴンザレスが小声で漏らした言葉にローリーは呆れた。確かにホールの豪華さには目を奪われるが、それ以上に目を引くものがあった。はっ、何この。 あれじゃん、ナウシカのあいつじゃん、森の中にいた、コロンコロンみたいな、コロンコロンみたいな白いやつ。全身をローブに目元しか確認できない三角頭の頭巾。いかにも秘密結社、しか、え、秘密結社、ぜ、善とした格好のグリーンメイスンの面々がゴッドスピードニオンファミリーを出迎えていた。巧妙に隠れている割には 典型的な服装だな。10人も並ぶと不気味ではあるけど。10人ってなんかあれだね。あれ、精鋭かな。邸宅の入り口で応対した執事風の男以外は皆一様に同じ姿だった。執事に関しては外部の人間と接するため、一般人と同じ格好をさせているのだろう。ボディチェックを担当した者たちも、廊下を先導してこの部屋まで連れてきた者も同じ頭巾姿だ。見た目だけでは個人を判別することは難しい。これあれかな、今まで出てきたさ、奴らがさ、実はグリーンメイズンだったみたいなオチかな。居並ぶグリーンメイスのメンバーたちは個性というものを消しており、まるで複製品のようだった。秘密結社というだけはあって、個人が特定できないよう素性を隠しているのか。そしておそらく部外者だけでなく構成員同士も推測はできるが、ローリーに真偽のほどは分からなかった。はっ、細っ。 細っ。やがて並んだ緑頭巾の中から指導者らしき人物がゆっくりと歩み出る。指導者か、こいつ。わざわざご足労いただき感謝いたします。指導者ってもっとあれじゃないか、堂々としてんじゃないの、大体こういう秘密結社って。大体ショッカーとかもそうじゃん、仮面ライダーのさ、敵もそうだけどさ、なんか雑魚ほどまとってんじゃないの、ショッカーみたいに。応じるようにローリーもファミリーの列から進み出る。部屋の中央を挟んで相対するローリーと指導者に他の面々の視線が集まった。こちらこそ急なお願いにもかかわらず、お目通りする機会を設けていただきありがとうございます。堅苦しい挨拶は抜きに、まずは新しい首領の誕生を祝いましょう。今日は2つの組織が肩を並べる記念すべき日だ。 ちょっとペガサスに似てるな。ちょっと遊戯王のペガサスに声似てるな。おいとはどうしても人を頑なにさせる。せめて障害となる前に若き力に未来を託すべきです。託すべきです。あなたのお父上はいい決断をしました。これ結構似てない、でもあれ、ペガサスに。あなた方は迅速を尊ぶ気風と聞いています。早速ですが、返答をお聞かせ願えますか。あ、返答って直接言いに行くんだ。正式にご返答を差し上げる前に一つだけ、あなた方の目指すもの、目的を教えていただきたい。ヨウモウや都市伝説めいた秘密結社の目的がロンドンの街や英国を支配することではないでしょう。
町の支配は手段の一つに過ぎません。我々の目的は、ペガサスにしか聞こえない。よくすることです。ペガサスにしか聞こえねえわ。もう町の支配は手段の一つに過ぎません。それではまるでどこかの教育者のお題目です。失礼ながら具体的なところをお聞かせ願えるか。いいでしょう。では人はなぜ罪を犯すと思いますか。罪を犯すと。遥か昔、人は神の園、楽園に住んでいました。高さが分かんねえな。そこでは人は罪を犯すことなく慈愛と幸福にあふれ、汚れを知らぬ善なる存在でした。これペガサスの人じゃないよね。ペガサスの人多分こんなゲームに出てこないよな。結構多分大御所でしょ、多分ペガサスやってる人は。だがそれは無知なる存在、善悪の区別もなく知恵もない。それを打開すべく新しき指導者が立ち上がったのです。知恵を得た人々は神に迫ろうとした。より良い存在になろうと、より高みを目指そうとして、自らの座を脅かす存在となった人に対し神は激怒した。故に人は楽園を追われ、飢えと渇きに苦しみ、地を這いずるようになったのです。まあ宗教じみてるな。なんか無垢なる存在ではいられない。人は飢えと渇きから逃れるため、他者を欺き罪を犯す、そんな汚れた悪辣な存在へと成り下がったのです。なるほどな。成り下がったのです。あなた方は教育者ではなく宗教家のようだな、しかもどこかで聞いたことのある物語だ。どちらを支持しているのかは分からなかったが、要するに人の在り方、性善説か性悪説かの話だろう。どちらでも関係はありません。どちらにせよ人は罪を犯す、仕方のないことです。仕方のないことです。言ってほしいな。伸ばしてほしいな。人は汚れを知らぬ存在となります。人が罪を知らず争うことのない世界、これは目指すに足るものではないでしょうか。楽園か、なんとも抽象的だな。楽園使いたがりみたいなとこあるよな、みんな。我々の歴代の指導者たちは長きにわたり追放された楽園に戻ることを夢見てきました。こいつ指導者じゃなくない？こいつ指導者だったら多分クソ弱いぞ、この集団。人々をより良く導き、自らもより良くなることで、いつか罪が許され楽園に戻る資格を得られると考えてきたのです。しかしもはやそれは過去のことです。我々は数百年に及ぶ知識の探求の末、真理に到達しました。我々は近い将来死をも乗り越える。人は寿命とめちゃくちゃ宗教じみてんな。なんか他者を欺き傷つける必要がなくなる。それは誰も罪を犯すことのないこの世の楽園です。はい、我々の力をもってすればそう遠くない未来にこの地上に楽園を作り上げることが可能です。本当か。もう少しでこの世の革新が始まります。だいたいみんなそう言うじゃん。今の宗教系、宗教系我々が変えます。みんなそう言うもん。我々が変える、世界が変わるつって、変わんねえじゃねえかっていうね。ゴッドスピードユニオン、変わんねえじゃん。膝を折り神戸を垂れるのです。結構嫌な言い方すんな。お前参加に加わるのなんかプライドが許さないぜ。楽園への導きを受け入れ我々の参加に加わるのなら、あなた方の幸福と繁栄をお約束します。とこあれでしょ、アーサーとさシャーロットも多分来るんでしょ、ここにグリーンメイスン。我々がこの名を使うのは服従か根絶を迫る際のみです。さあ返答を伺いましょうか。大層な話だが、我々には犬のように従えと言いたいことはそれだけか。いいね。ではこちらも分かりやすくしよう。お来たね。ローリナイズによりゴンザレスをはじめとした黒服たちが懐に手を伸ばす。一斉に構えられた黒光りする銃口がずらりと並んだ。いや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 、一応ボディチェック受けたんだろお前ら。ボディチェックガバガバじゃん。待ちかねましたよ。
退屈であくびをこらえるのに必死でした。本当だよ、俺あくびこらえられなかった。俺なんか長々とした宗教の話聞いててさ、もうあくびしてたもん俺も今、うん、ボディチェックはしたはずですが、ねえ、どうやってこの場に武器を。いや、この場に武器をっていうか、お前らのボディチェックが甘いのでは。あらゆる手を使ったとだけ言っておこう、うん、人心は移ろうもの、組織の隅々まで引き締めるのは我々のような結束がない限り無理だろうな。あれかな、ボディチェッカーを騙したのかな、騙すっていうか従えたのかな。ご考説いたみえるですが、あ、居並ぶグリーンメイスンの面々の衣装の間からも無数の銃口が覗いた。ローリーはグリーンメイスンのメンバーを観察する。銃を構えてはいるが向きも構えも統一されていない。狙いが定まらず銃口が揺れ動いているのは銃を扱う技量が未熟であることの証だ。未熟なのかい。いや、わかんないな、なんとか理由かもしんないな。未熟なのか。こちらの武器は取り上げようとしておいて、平然と持ち込んだ武器を突きつけるとは、我々は心配性でしてね。マフィアと会うのに丸腰だと安心できないでしょう。まあまあ確かに、脅しならば逆効果だな。力で従わせたいなら最初から武力を持ち出すべきだ。拳銃を突きつけ合い睨み合う形になってもローリーは冷静だった。膝をつき頭を垂れて従えなど我々の家族全体への侮辱だ。私は組織の長としてファミリーを率いる者として皆の名誉を守らなければいけない。まあまあまあ、ゴッドスピードユニオンファミリーの首領として返答する我々は死んでも貴様らには従わない。こんな狭い空間で打ち合いすんの。これが答えだ。ローリーは懐から銃を抜き放つとその刹那に引き金を引いた。あ、お前ら弱くないか。お前、いや違うの、これ多分、ね、やっぱあれじゃないと思う、トップ層じゃないと思う。ここに来てるのは早打ちを制したのはローリーであった。肩を打ち抜かれた指導者がよろめき倒れる。一瞬遅れて場の全員が引き金を引いた。いけいけいけ。グリーンメイスの面々が銃を撃ち慣れていないのは明らかだった。撃ち慣れてないのかい。やめてくれや、生きってるだけじゃんお前ら。情けな。統制もまるで取れていなかった。ローリーを狙う者、正面の敵を狙う者、闇雲に乱射する者、銃撃の反動を持て余す者までいた。そんなに初心者じゃん。ゴッドスピードユニオンファミリーの面々もまた銃口から弾丸の雨を降らせ次々と頭巾を撃ち抜いていく。しかし彼らの撃つ弾丸は仁王立ちのローリーの体をかすめることはあってもその身には一発されても直撃しない。見ちゃいらんねえな。オッケー。頭巾の人物たちは次々と床に転がるのは必然だった。ゴンザレスを筆頭にした黒服たちの動きには迷いがない。彼らはそれぞれに真正面の敵だけを狙っていたのだ。ゴンザレスたちが指導者を狙う必要はなかった。銃撃戦の前からローリーが仕留めると分かっていたからだ。何これ、最後のグリーンメイスが倒れ銃声が止んだ。聞こえるのは倒れている者たちの何声だ。あれ、殺してはないんだ。ショーウェインが立ち込める部屋を見回しローリーは余裕の表情で銃をホルスターへ収めた。覚えておくといい、我々が銃口を向けるのは撃つ時だけだ。脅しは使わないと、あまりにも短絡的で無計画な行動です。あ、やばいぞ。我々に勝てると本気で思っているのですか。まあここ相手の本拠地だしな。相手の本拠地だから、お前あれだぞ、まあ、普通に多分閉められるぞ。あの出口固く押さえたまま指導者がうつくまっていた。彼の手からこぼれ落ちた拳銃が大理石の床に転がっている。あなた方が従えば後ろ暗い者たちは膝を屈する。我々も今後余計な手間をかけなくていい。でも撃ち抜けばよくない。なんでそんな優しいことすんの。倒れさすだけにすんの。撃ち抜けばいいじゃん。我々はより強大な武力を手にする、うん、そしてあなた方は安寧と繁栄を得る。お互いに利のある提案だと考えていました。こいつモブじゃないの。なんか声弱そうなんだけど、まあ、ペガサス言ってたけどさ、指導者の声じゃないよな。それがちっぽけな教師にすがり大局を理解しない愚か者だと。あれ、すがりって言うんだ。秘密結社だ。聞いて呆れるな。その程度の思想でその程度の武力で我々を傘下に加えようなどと
身の程を知れ。いや、こっから多分四天王が来るよ。四天王がなぜ従わないか、うん、その答えは明らかじゃないか。貴様らは口では楽園を作るとのたまいながら、その実弱者から搾取し人々を苦しめている。ああ、自らの筋を通そうともしない。貴様らの思想には仁義のかけらもない。そんな組織に誇りを捨ててまで従うわけがない。読み違いがあったことは認めましょう。我々に従うためにあなたに代替わりしたものと思い込んでいたのですから。指導者とローリーは睨み合う。だがグリーンメイスの面々は地面に倒れ伏し、ローリーの背後には黒服が多数控えている。黒服たちにも負傷者は出ているが、グリーンメイスン側で立っている者はいない。この場の優劣は明らかであった。まだいるでしょう、普通に構成員は。数字、人気、誇り噂通りの古臭さです。残念ながら革新を受け入れる余地のない方々との問答はここまでのようですね。アラテか。まあ出るだろう。まあ出るだろうよ。だってここ本拠地だぞお前。途中扉を開け放ち、頭巾の人物たちがなだれ込んできた。銃声を聞きつけて銃や凶器を手に駆けつけてきたのだ。新たな脅威の出現に一瞬だがローリーの気がそれた。その隙をついた指導者は起き上がり、背を向けて駆け出す。おなリズムゲーみたいな。強襲されてもなお黒服たちの動きの下方が勝っている。駆けつけたグリーンメイズたちを次々と撃ち抜いていく。全員銃の扱いに不慣れだ。だからこそ我々を引き入れ本物の武力を手に入れようとしたのか。そんなに、いやそんな弱くないだろう。やがて銃撃戦は終わりを告げる。大理石の床を汚すのはドス黒い流血と硝煙立ち上る薬、グリーンメイズたち。立っているのはローリー率いるゴッドスピードユニオンファミリーの面々。勝利者がどちらであるかは言うまでもなかった。長らく暗躍してきた秘密結社がお粗末だな。暗躍してきたからこそ武力を必要としないのか。まだいるでしょう。確かめるとしようか。あ、かっけえ。椅子に座っとるやん。ローリーは玉座のように置かれた椅子へ腰を落ち着け、うずくまって習ってる緑頭巾の人物たちを尊大に見下ろす。さて諸君、私にはどうしても知りたいことがある。できるだけ早めに答えたまえ。そうだそうだ。秘密主義なのはあなた方の姿からわかるが、その心情を曲げることを強くおすすめするよ。ローリーは冷酷な笑みを浮かべた。これさ、アーサーもシャーロットもいらないじゃん。え？人の命をたやすく奪うことのできる勝者の笑い。それ以上重装を増やしたくはないだろう。え、お前らがで片付けられんの？あっけなくない？まだいるでしょう。指導者は飾り立てられた豪華な迷宮をすでに抜け出していた。敵図も追っているが問題なく逃げ切れると踏んでいた。対局を見ず、ああ、これでシャーロット来るのかな？返さないとは。シャーロットとアーサーが。なんと愚かな。古き者には滅びの道を。従わぬのならば必要ありません。警察機構を使い消すまでです。もうここの路地裏何回出てくるの？もうここの路地裏出るときは大体アーサーがいるもん。ほら、お呼びですか？指導者の行き手を塞ぐようにアーサーとシャーロットをはじめとする非番警ら隊が現れた。ロンドン死刑。おとなしくしなさい。え、こいつ指導者なの？こちらもむやみに痛めつけたくはありません。もっとラスボス感出してよ。これがなんかグリーンメイスのラスボス感出してよ。ああ、拍子抜けだぜ。あれだけ巧妙に隠れてたのに見つけてみればいかにも秘密結社のメンバーでございますって格好かよ。もっとね、なんかクソ強いのかと思ったわ。警官か。貴様らは一体誰の許しを得てここにいる？許しですって？まあまあプライベートなんだよね、我々はね。別に。ああ。誰かの命令で動いているわけではありません。我々は非番警ら隊。犯罪を取り締まるため立ち上がった。ただの市民です。まあ、せめて服を変えた方が良かったと思うけどな。服ぐらいは。シャーロットは指導者に駆け寄ると拳を腹へめり込ませた。さらに指導者の腕を取って締め上げる。あなた
には聞きたいことが山ほどあります。クソザコじゃん。拘束させていただきますよ。ひょろがりのクソザコじゃん、こいつ。話せ貴様ら。表紙抜きにも程があるんだけど、もっと作ってほしかったな。いや、まだいるのかな。これで終わるんだったら面白くなさすぎるでしょ。シャーロットは指導者をねじ伏せると捕獲縄を使って手足を拘束した。これで勝ったつもりですか。だよね。いずれ思い知ることになります。いや、でもこういうのやつって大体最後には我々が勝利するということを。僕は大体こういうことを言うやつって何でもないんだよな。それだけ口が達者ならばね、さぞや取り調べがはかどるでしょうね。連行してください。必ず思い知ることになるぜつってさ、ね、牢屋にぶち込まれるだけじゃん。大体捕獲の現場には多数の警ら隊が駆けつけ、指導者を馬車に乗せて警察署へと連行していった。これでグリーンメイスンも壊滅か。え、絶対違うと思う。はあ、あまりにも拍子抜けだぜ。いるいるいる、まだいるって。人材不足かね。てか多分今まで関わった人の誰かが実はグリーンメイスのあれじゃないの、トップだったみたいなオチじゃないの。おっと、死刑にしては随分と仕事が早い。やあ、足止めと捕獲ご苦労。そちらに連行する手間が省けたよ。ローリー、無事だったか。グリーンメイスの者は拘束したよ。他にも逃げ出した者がいないかも探してる。ゴッドスピードはグリーンメイスの本拠地に乗り込んだんだろう。守備よく進んだみたいだね。いや、さすがに拍子抜きすぎない。だって武力も弱いし口が達者なだけって。それは、ああ奴らに身の程を思い知らせたのは我々ということだ。中にいた頭巾のお偉いさんも引き渡そう。だがまだ終わってないぞ。さっきのやつは表向きの傀儡だ。そうだよね、やっぱそうだよね。さすがに弱すぎるもん。やはり。で、顔が出てるやつだって絶対ボスは。ま、そうだろうな。うん。あの小物は代理か何かだろうぜ。顔が出てるよ普通。頭巾のお偉い人に聞いて確かめたよ。うん、グリーンメイスンの首領、名前はクレイグワジェット。クレイグって聞いたことあるな。なんだクレイグ。クレイグ、まあ、結構埋まったもんですよ。もうメアリーもエドガーもさ、うわ、メアリーはママか。あ、もう結構まだ埋まってないな。メリル埋まったけど、あれなんだよこれ、なんか別ルート行ったらまた変わったりするからさ。あ、いた。あ、クレイニーリのリーダーじゃん。あ、クレイグしか、はい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 。クレイグワジェットだって。まさか、有名な慈善事業家でしょ。彼がグリーンメイスンだと言うんですか。そいつは顔出しするでしょう。信じるかどうかはお任せするよ。なんなら裏を取ってもらってもいい。そのためにわざわざ人を生かしておいたんだからね。有能。もっとも、すぐに捕獲に向かった方がいいと思うよ。確かに、もたもたしてたら逃げられる。国外逃亡されるかもしんないもんな。行きましょう。この機会を逃したら雲隠れされかねません。同感だ。行こう、クレイグの元へ。いいだろう、そうと決まれば急ごうか。ついに3人で行くのか。奴の居場所も判明してる。いいね、俺の予想した通り3人で行くのか。あ、ぽい。なんか最初に出会った、そう、怪しい。いや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 、怪しい。何が慈善事業家なの。めちゃくちゃ怪しいぜ。がっつりグリーンメイズのロゴ入ってるし、怪しい。これはボスだな。これはボスだわ。ロンドンを活動の拠点とした組織を率いて、炊き出し等の慈善活動、新たな事業による雇用の創出、民間医療技術研究への出資等を幅広く手を伸ばしている。あ、でもちゃんと活動はしてるんだ。彼の活動は多岐にわたり、講演や会談も数多くこなす。その様子は連日メディアでも報道されており、市民の中でもその名を知らぬ者はいなかった。その日もクレイグは広場での講演、演説を終え、ヒーローに着くため馬車へと乗り込もうとしたところだった。おや、失礼します。うん、クレイグ・ワジェト氏ですね。少しお時間をいただけますか。こいつはラスボスだな。さすがに
シャロたちはクレイグの講演が終わり、彼が広場から路地に移動したところで声をかけた。それは社会的な地位を持つクレイグが警察に連行されたという噂を立てられないよう、なるべく人目につかないところでという配慮であった。挨拶もなく、ぶしつけですね。しかしクレイグのがそばには配慮だと受け取られていなかったようだ。クレイグ側か。だからといって調査の手を緩めるわけにはいかない。無礼は承知の上です。では少しならば。出た、このラスボスみたいな、ちょっと余裕がある感じ、ラスボスだな。クレイが乗り込もうとしていた馬車と御車には、御車はすでにケーラ隊が押さえてある。シャーロットの先導に対してクレイグは素直に従った。クレイグ・ワジェト、あなたにはグリーン・メイソンの首領、犯罪組織の長という疑いがかかっています。めちゃくちゃグリーンじゃん。だってめちゃくちゃグリーンだし、マークもあるしさ、めっちゃ秘密組織のトップっぽいじゃん。署までご同行願います。ネクタイバカでけえし、手荒な真似はしたくありません。ネクタイかなスカーフかな、わかんねえよ。ネクタイにしてはバカでけえし。さて何のことやら。慈善事業家の見た目じゃないんだよな。グリーン・メイソンという言葉を聞いた途端、それまで指示に従っていたクレイグの動きが止まった。クレイグ・ワジャト、見苦しいぞ。証言は上がってるんだ。ほう。クレイが身を翻し路地を駆け出した。裾に余裕のある服装であるにもかかわらず、その動きは俊敏であった。追い詰めたぞ。あ、逃げられるとは思わないことだ。まだいたか。だがローリーが黒服たちを率いて逃げ道を塞ぐ。クレイグの前方にはローリー率いるゴッドスピード、後方にはアーサーを含めたシャーロットたちケーラ隊。クレイグの退路は完全に断たれ、もはや彼に逃げる術はないように思われた。まあ飛ぶんじゃないの、上に。あ、その後ろにグリーンメイスいるのかな。そのゴッドスピードニオファミリーとシャーロットの後ろに追い詰めた。さらにいるんじゃない。私よ。しかし前後を挟まれてもなお、クレイグは余裕の笑みを崩さなかった。なんだん。アーサーはクレイグの体から発せられる異様な殺気を感じ取っていた。アーサーはこれまで幾度となく暴力と相対してきた。開業直前に襲来したマフィア、町をルツクゴロツキ、ダレルやハーリーといった殺人犯、もちろん最初から手慣れていたというわけではないが、アーサーは立ち向かい打ち勝ってきた。もはや多少のことでは動じないという気概もできていた。しかしクレイグから感じたものは、アーサーが今まで経験してきたものとは質が異なるものだった。格が違う、あるいは次元が違う。クレイグのような気配はケーラ隊や黒服たちも同様に感じていたのだろう。路地にいた者は身構え警戒を強めていた。そして来るぞ。早い。嫌のようにナイフが飛来し、ゴンザレスの掲げた右腕に突き刺さった。彼は胸、心臓を狙って投げられたナイフからとっさに身を守ったのだ。やれやれ、私にまで手が及ぶとは。強そう。クレイグはゆったりとしたローブの懐から心に鋭く鈍く光るナイフを取り出す。それも複数本。空ゴンザレス。ゴンザレスは飛来したナイフを防ぐため腕をかざす。両手にはいくつものナイフが突き立ち、スーツを血で染めていく。それほど大きなナイフではないが、全ての狙いは正確だった。ゴンザレスは急所に当たらないよう腕を犠牲にしてかばうことしかできなかった。さて、クレイグが膝をついたゴンザレスから目を離し、ゆっくりと余裕を持った態度で自身を攻撃する面々を見回した。楽しげに頬を緩ませたクレイグの姿がかき消えたこの場にいたほぼ全員が彼の姿を見失っていたのだ。超人じゃん。超人がいるじゃん。クレイグを攻撃してきたケーラ隊の中の一人が首筋から血縁かな、血縁を上げ倒れ伏す。クレイグは包囲のうちに立っていた。堂々と、まるでケーラ隊の一員であるかのように。てかちょっと待って、一旦切ろうか。ちょ、時間結構やってるわ今気づいたけど。じゃあちょっと一旦切るわ。じゃあ、あざした。